ですか？セブンスデイアドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は言葉の効果という題です。以前私は風邪をひき寝込んでしまったことがあります。その時お世話になった内科のお医者様、それはそれはよくおしゃべりになる先生でした。専門は小児科で、子どもたちの診察になりますと、ひたすらしゃべり通しです。はい、今日は特別料金65,000円、冗談ですよ冗談。この間おみくじを引いたら、しゃべりすぎに注意って出ちゃって、僕にぴったり、でも性格は治りません。しゃべってないと調子が出ないんですね。やがて看護師さんがやってきて、先生、待合室がいっぱいです、お願いですから早く済ませてください。はいはい、わかりました、じゃあ行くよ、スペシャルエキセントリックビーム光線、悪い風邪菌飛んでいけ。隣の部屋で点滴を受けていた私は思わず吹き出してしまいました。本当はつらかったのですが、この先生は続けます。なんだ、全然笑ってくれないの、冷たいな、受けてくれるのはお母さんばかり、明日は休診日だけどおいで、見てあげるからね。こんな先生ですから、どんなに待たされても誰も文句は言いません。苦しい時にかけていただく言葉には力があります。新約聖書ヨハネによる福音書1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。私たちの命の根底には言葉、神様のご意志があります。ですから私たちの命には意味があります。神様のご意志があります。誰も振り返ってくれない時でも、神様は私たちに語りかけてくださいます。それは救いの言葉、神様の御言葉です。私たちを生かそうとしてくださる神様の御言葉、イエス様のお言葉、聖霊の御言葉に日々耳を傾けて行きたいものです。最後までメッセージを聞いていただきありがとうございました。皆様の上には神様の祝福が豊かにありますように。